MGC 獲得するのと同時にこどれだけ先頭集団で粘り強くいけるかっていうのを僕は目標にしていてで結果的に MGC であったり学生記録取ることができたので本当今までの練習,裏切れ練習は裏切らないんだなっていうふうに思いましたおもう100点 <laughs>、はい、3 0キロぐらいまで本当に余裕を持って走ることができたので。 まあ、あとはもうどれだけ後ろについて、えー、実業団の方々とこうどれだけ競り合うかっていうのを考えた時にちょっと離れてしまったんですけどなかなか差が、えー、広がらなかったのであこれはチャンスだと思って最後スパートかけられました本当、はいまあ、スタートに立っただけなので、えー、っと世界あ日本代表になれるように、えー、また、えー、3月から、えー、コツコツ積み練習を積み上げていきます、はい